てつこまにゃいらっしゃい、まーちゃんやほ今日もかわいいって、チャリトありがとう、ありがとう。大地ももさんとこにオリーブね、最高なんだけど、とかすごくない、あれ何あのツイッターのすごいオリーブオイルはおしゃんすぎ、もこみちになれる、ももずキッチン、すっぴんとかと思えばすっぴんではないが可愛い、そうめっちゃ薄い、なんかねあのね下地もやってない目はちょっとやったけどマスカラしてないから、ほんと目がないから今日はマスク。あ、カズマリタこんばんは、やっほー、カズマリタ、え、タクリンじゃん、タクリンありがとう、チェキこんばんは、嬉しかった、デコデコ嬉しかったんだけど、ありがとう、待っててみんな、鬼滅の刃のチェキ頼んでくださった皆さん、多分今週末には届くかな。ラッスンこんばんは、ラッスンご礼来、10万石まんじゅう分かれた、もしや お主埼玉県民だな、そう埼玉出身、埼玉育ちの埼玉在住、埼玉っ子や、埼玉市の観光大使です。あ、加藤健こんばんは、いらっしゃい、安い安いよ、今日は大根が安いよ、伊沢こんばんは、伊沢ちゃん、あ、まるちゃんだ、まるちゃんどんな感じ、ダメになってる、配信場所なに、今日は見れたって、ありがとう、ももちゃんの配信やっと見えたらありがとう、くるとき、あ、哲夫さんだ、え、哲夫さんアイコンかわいい、かわいいやん、お、ゆうがいらっしゃい、ももみち広告宣伝費請求するわって、私が払うんですかひらっちだ、ひらっち今日はどこからって、今日お店っていう冗談置いといて、久しぶりです、ありがとう鉄王、鉄王ね、鬼滅のさチェキ待っててね、鉄王待ってて、もうすぐ届くから待ってて、スッピンなってたくさん見てきてくれよって、え、すっぴん見せてないし、すっぴん見せたっけ、すっぴん見せたっけ、あ、ジョージだ、こんばんは、元気ジョージ、どんな感じ最近、仕事終わって車に歩いてる途中に配信の通知来た、お、お疲れ様、そっかもうお仕事終わり、今7時8時くらいだっけ、ノートのレシピ見たよ、見た見た、やるね、待ってて、ちょっと頑張るわ、いやもうほんと偉い偉い、もう自分でね自分をね褒めなきゃ誰にも褒めてもらわないから自分で褒めるけどちゃんと家事やってるし料理もやってるし偉い偉いよ偉いよ、もう偉いよ、埼玉観光大使も完全止まってる、そうだね、イベントがねできないからね、みんなの前に観光大使の姿を見せたいんだけど、今日はもめちゃうかのインスタ、え、投稿した瞬間にいいのしたの、チョリタ見た、4年前にこのに埼玉に関連して生きてきた、埼玉と千葉ってバチバチだからな、うちの家のテレビは埼玉に住んでるのテレタマ見れない、え、なに群馬テレビ見れる、なんで、あ、群馬に近いからってこと、今日も今日で眠いって、眠いよな、私も寝てもお昼寝、ん、お昼寝眠くなっちゃう、31日休暇取ったから行く、あ、ありがとう、よかった、ガドゲイ、よかった、ありがとう、日曜日お願いします、よかった、もうもういつ待ってますって、何がいい、ちょっと私あの料理の腕を上げられるように練習頑張るわ、ココイチのになったの、え、ココイチ行ったの、ひろっち、え、何にしたの、ココイチのメニュー何にした、あの全世界が霊感した、ん、なんて、新刊したチェキがもうすぐ届く、てりたまさんかっこいい、甘露寺さんね、甘露寺さん、お茶やられてしゅうくん、ありがとう、ありがとう、おりごと、ララララ電車の中で見てます、あ、チェキ取りに行かなきゃ、え、ジョージ来て、今でもね土日しかやってないんだけども、さあライブも見てほしいな、
お前ラガワでも本当に怖い。ありがとう。マスクすると思う。顔の丸ちゃん頑張れ頑張る。関ヶ原のほぼスピ、あー、あったね。あれは落ちるよな顔。しばらくもーちゃん配信見れてなかったから忘れられてないか。忘れるわけなかろうかとけん。毎日毎日思い出してるよ。あ、長ポンだ。長ポンありがとう。長ポン久しぶりすぎて反応ないかなと思ったけど嬉しい。いやもう即即反応した。あのチェリタンがタグつけてくれたからね、すぐいいね。肉じゃがと冷ややっこお願いします。あ、いいね。冷ややっこって作るん？冷ややっこって料理の？チケピーチケ購入した。プレミアムの方？すごい。プレミアムの方って前で見れるんだっけ？すごい。嬉しい嬉しいよ。埼玉なんてわちわちやとか言うてみるって。なんでみんな埼玉のこと敵に回すんだろう。ダ埼玉って言われるし、別に悪いことしてないのに。あ、ドテツパパやん。こんばんはって。ライブ参戦もうちょい待ってた。ありがとうドテツ元気。待ってるよ、もうずっと待ってる。ずっとずっと待つよ。あ、野菜カレー、野菜カレーにしたの？ね、気になる。ココイチってココイチもお持ち帰りあるの？私ほんと行く勇気ないんだよね。もう牛丼とラーメンとココイチ、もう行けない、一人で行けないよ。もうちょっと楽しみに待ってて、ね、待ってて待ってて。カトキン恋の呼吸1の方、家の近くのとある建物が電波防御を起こして、えアンテナの向き変えたら、じゃあアンテナの向き変えたら埼玉の入るのかな。そんなことあんの。メインならピー買おうと思ってるから、まだ買うの。あ、そうなの。メ、いやメインではないでしょ。で、小豆島日本一オリーブオイル会社さんがアイドルしてくれ。え、どういうことね。太一の仲良しさんなの？いや、すごいよ。広めてくれたのすごいし、さあ、すごいよ。いや、パック開けただけ。そうやな、冷ややっこって。鰹節と醤油と生姜、旨辛ニンニクトッピングで、野菜カレーで、すごー、スタミナつきそうな。野菜カレーいいな。 NHK のテレビのデータ表示すると NHK 前橋って、もう群馬やん。群馬やん。あ、みっちゃんこんばんは。みっちゃん全力で開くよ。私も全力で楽しむわ一緒に。ココイチ行くと最低でも1000円以上って。あ、ココイチってお高めなの？行ったことないから全然わからない。恋柱の声似てる。え、似てる。てっちゃんちょっともう一回やるわ。全集中。私はあ、ちょっと待って。ちょっと待って。ね、ダメだダメだダメ、やっぱできない。マサピーこんばんは。チャス埼玉が千葉を敵地してる。嘘、私全然そんなことないんだけどな。テイクアウトあるよって。テイクアウトってさ、お店にさ、では取りに行かなきゃいけないんだよね。早く例のチェキ届かんから。え、ナガポン、え、カンルズさんのチェキですか？待ってて、今週末くらいに届くと思うから。ありがとう。しつこくて素敵。昨日物件見てって気になるとこあった。おー、ワンルームかワンケーするか悩んだけど、ワンケーなくなると確かに、なんかキッチンってさ、なんか分かれてた方がいいよね。煙が立ちそうだから。レトロの煮て、え、出てない。2つ買って帰ってからカルビと食べます風に寄せれば。あー、そういうことか。いや、ココイチのカレーを2個買うの？で、入れないんだもん。まずまずさ、まずさ、牛丼屋さんとかさ気にしすぎだと思うけどさ、なんかさ入れないんだよね。え、もーちゃんと会えるから楽しみ。ね、楽しみ。とかライブは嬉しい。
アンテナの向きを埼玉にしたら、埼玉方面にしたら、あ、近くの電話が、あ、そういうことか。じゃもう埼玉受け入れないっていうね。その辺に白米ついてたら褒めたたえる。本当？え、冷ややっこに？あ、私玄米買ったよ。お米も買った。お米も買ったし、あとね玄米買ったの。だから玄米炊くわ。玄米炊いてカレーやろうかなと思って。もうね、あのね、ママと一緒にスーパーじゃない、業務スーパー行った。業務スーパー安い買った。だからね、お米がやっと炊けるよ。メインじゃなくても前見れるらしいですよって。あ、ほらほらほら、チェキ撮ろうね。ね、楽しみにしてるね。お外のチェキはさ、明るくて漏れるから光が。外はいいよね、開放感あって。ココイチの持ち帰り、え、食べてんのガッシー。豚しゃぶカレー、え、豚しゃぶもあんの。カレーすごいね、種類豊富なんだ。豚しゃぶカレーだって。いろいろトッピングしてしまう。てーちゃん似てたのは、え、待って待って、さっきの方が似てたでしょ。ちょっとね、気合い入れれば似てんだよ白タンと水色タンを押す確率。ねえねえ、見た見た、マサトの。でもなんかさ、結構推しの色かぶるって人多いよね。なんかココイチは配達もあるみたい。いや、配達だったらいけるな。ウーバーイーツ的な。はっ、まっつん久々だ、こんばんは。お疲れ様、お疲れ様です。ありがとう。食いたい教えてくれればお届けしますって。え、ココイチのカレーくれんの？いや、それは嬉しい。玄関開けた時に部屋見えんの嫌だなって。あー、確かに。大体そういう 1K とかだと玄関開けたらキッチンみたいな感じだもんね。確かに。確かに。なんか私もなんかさ、郵便とかさ、来てさ、配達の人来るときさ、リビングのドアめっちゃ閉めるもん。ドアから見えたら嫌だと思って玄関のね。餃子の王将一人で行ける。ジョージいいな、餃子行きたい。餃子食べたい。しゅんくん、おもちゃ専用ウーバーイーツ始めます。お願いします、雇います、月額制で。カンラジさん、早く僕のとこ来てくれって待っとって、たけし待っとって、もうちょい待っといて。ほら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 って、なんだ、肉じゃがメインですって。肉じゃが作ろうか。肉じゃがいいね、いいね。今日里芋のバター焼き作ろうかと思ってんだけど、帰ったら。元気こんばんは、元気こんばんは。31日仕事だったけど、本当に、よかった、ありがとう。片剣いてくれると心強いよ。あー、後輩ありがとう。ひろさんこんばんは。ひろこんばんは。初見マークついてる、よろしくお願いします。カリナさんこんばんは。こんばんは、カリナさんだ。入れない可能性のリスク回避ってほら言ってるよ、ひろっちが。かんたまるこんばんは。まる、どこのグループ大変やけど、白から水色に移ったことも。そういうのなんていうか知ってる、推し編って言うんだよ、推し編。新規版初めて行くから楽しみ。新規版でいい、外のステージめちゃめちゃ楽しいからな。週末なんか作戦ありますか。ねえ、わさび助けてよ、助けてよ。土曜日だよね、土曜日。肉じゃが作れたら嫁に欲しいって。ちゃんと作るよ。落とし蓋すんでしょ、落とし蓋してちゃんと作るよ。今度食いたいココイチのやつ考えて、野菜カレーで。あ、15分経った。では、あの公式の方の配信もあるので、お時間ある方はぜひ来てくださいな。わーい、ランキング読もう。強くなれる13位、ひろっち。12位、くらさん。11位、くま太陽。10位、てりたま。9位、ちゃちゃちゃ。8位、ちょりたん。7位、けにゃん。6位、としや。5位、たけし。4位、そしみん。3位、なか。2位、あきよし。1位、いのち。ありがとう。では、バイバイ。バイバイ。またでー。